それでは本日は Q をプレイしていきたいと思います。ローディングしてますね。携帯モードがおすすめというところですけど、今回はマウスとかでやっていきたいと思います。で、この原理ですね。フックと、あ、始まったみたいですね。それではゼロですかね、こちらやっていきますね。1番ですね。ちょっとマウスをつないでますので、ちょっとポンと、あ、これで終わりみたいですね。続きまして2番ですね。書いたものを赤いボールに当ててくださいというところで、ポンでいいんですかね、これで。あ、これで終わりですね。もうチュートリアルですね、もうこれは。3番ですね。赤いボールを左の紙に触れさせてくださいというところで、なんか落とせばいいんですかね、これ。落として、落とすと左の壁の方に赤いボールが進んでいきますので、クリアですね。この辺は簡単ですね。書いたものを左の壁に触れさせてくださいというところで、なんか棒を書いて倒すみたいですね。こんな感じですかね。あ、これで OK です。なんか問題が増えましたけど、どんどん進んでいきますね。すごい増えましたね。すごいですね。とりあえず地道にやっていきます。5番です。ボールを出せというところで、落とせばいいんですかね、やっぱり。ちょっと足りなかったみたいですね。こんな大きいのを落とせば、とりあえず飛び出ましたね。ちょっと思った方向と違ってましたけど、まあ、クリアだからいいですね。次は赤いボールを左の壁に当てろっていうところで、一瞬出たフックをつければいいですよね。これもフックをつければいけそうですね。なんか失敗したんで戻ります。やり直しでフックをつけて、もうちょっとこっちに寄せる感じですかね。なんか安定しちゃったんで、またやり直しで。もうちょっとこっち寄りに重さを合わせて、ダメですね。まだ行ったんですけどね。この辺ぐらいに固めてですかね。これで勢いで、ダメですね。これはまりますね。これで、はい、来ましたね。ちょっと何回か失敗しましたけど、順調に進んでますね。これは憂鬱を、あれですね、体験版やった時にちょっと見たやつですね。これで支え込んで、ちょっとずつ落とせば、進んでいけばこれで赤いボールが進んでるんで大丈夫ですね。スピードアップしたいです。まああんまり変わんないですけど、進んでるからいいですかね。とりあえずこれでクリアですね。新しいのが増えたみたいですね。とりあえず今日は10番までやってクリアですか、やめときますかね。
これはとりあえず蓋しておきますよね。蓋して丸いボールを落とす。こっちにですね。ちょっと失敗した。やり直した方がいいですかね。ちょっとやり直します。への字の方がいいですかね。蓋をちょっと勾配をつけてやれば、蓋をここに丸いのをすれば多分大丈夫です。ちょっとやり直しですか。蓋をすればいいような気がしますよね。蓋をしてできましたね。これでこれで OK です。これはちょっと体験版でやったんですけど、これは何回かやりましたね。とりあえず滑り台を作ってですね、重いものを落とす感じですね。ちょっとやり直しです。これはちょっと難しいですからね。そして弾き出すんですね。これがまた体験版だったんです。難しくてですね、こういきましたね。この調子で、あ、一個挟まっちゃいましたね。これは滑り台の形がダメなんでやり直します。滑り台を作ってですね、あとばらしたものとしてですかね、重いものを。いい感じ弾き出せました。この調子でですね、弾き出していきます。いや、これはダメですね。もう一回やり直しですかね。一個しかいってないですね。これはちょっとうまく再現性がない感じですよね。体験版の時もやったんですけど、結構偶然に左右される感じですね。真ん中ぐらいでいいですか、ね、できましたね。なんか固まってますけど、滑り直しです。滑り台の形も良くなかったみたいですね。これは尖ったものとして、どうすれば多分いけますね。まだ1個もいってないですけど、この辺にもう1回落としてですね、1個しかいかないですね。しかも挟まってますね。
微妙な感じですね。見直しですね。まあ、滑り台の形も良くなかったですね。重いものを落とせば弾きで外されるはずですけど、この感じですね。ここにも水をしてみます。もう結構いけましたね。あ、ちょうどここ切ったみたいですね。ちょっと時間かかりましたけどクリアですね。次は10問目ですかね。ボールを出せというところなんで、これはこの辺に鉄砲ですかね、支点を置いて倒してみますね。ちょっと失敗しましたね。やり直して、支点を置いて、押せばいけるかな。もうちょっとですかね。あ、行きましたね。ちょっとスマートじゃないですけど、とりあえずクリアですね。とりあえず10問終わったんで、とりあえず今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。